目の輝きがなくなった。あーあーびっくりした。はい、どうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。今回もですね、血染めの花の続きをやっていきましょう。どこまで進んだっけ。確か前回、この血染めの花でですね、ヒイラギくんが初登場したと思います。おそらくその辺だと思うんですが、ちょっと記憶があやふやですね。前回は、確かメモ帳をね、なんか不気味なよくわからないよくわからないメモ帳を拾って終了したと思うんですが、しかしそこの、子供の、あ、そうかね、うつぎ亭だ、うつぎ亭について話してたんですね。子供の証言によるとね、お母さん、うつぎ亭のお母さんがね、一家惨殺しちゃったんですね。母は穏やかで優しく、家族とも、とても仲が良かったという。しかも、うつぎ亭は相当な資産家だったらしく、経済面でも何らの、何ら問題のない、家庭だった。なのに、そんな事件を起こしてしまった。レンさんがね、これ喋ってくれるとスラスラなんですが、私ポンコツなんで、ガタガタになっちゃうな。はい、よろしくお願いします。それは、なんででしょうか？残念ながら10年経った今でもその謎は解明されていない。でもうつぎ亭って何なんだろう。おそらくですが、ね、あの楓くんたちと関係してくるところね、場所だとは思うんですが。なんか面白そうテンションマックスすごいな、今あのヘッドホンしながらあの実況してるんですけど、すごかったな今。10年間謎に包まれている一家心中事件ね。確かに興味があるわ。前回あれか、前回確か女子会で終わったんだもう日暮れちゃうよっていうところでね前回終わったと思います。一家心中事件か、なんか怖いな。ねえレンちゃん、夏休み使ってさ、みんなでそのうつぎ亭を探索しに行かない？あ、そっか、なしきちゃんが提案したのか、この一件をこれが引き金となったんだね。確かにそうできたらワクワクするが、他人が所有している土地や建物に無断で入るのは。そうだね、確かに。それなら大丈夫ですよ。あ、大丈夫なんだ。え、どうして？え、楓くんち？もしかして本当に。え、森の奥のうつぎ亭ですよね。実はその屋敷の今の所有者は僕たちの祖父なんです。あー、この前登場したね、ヤンホモ兄に愛されすぎてのおじいちゃんかな。僕から祖父に頼めば入らせてくれると思いますよ。あれ、でも楓くんのおじいちゃんと柊くんのおじいちゃんって一緒の人なのかな。ね、なんか血つながってないって、なんかよくわかんなくなってきたぞ記憶が。それ本当か楓？さすが楓くん。あれ、土地の所有者が、あ、びっくりした。お前のおじいさんって。ちょっと固まっちゃいましたね今。はい、実は僕らの父とうつぎ亭心中事件の犯人である妻が双子の兄弟だったんです。どういうこと家系図苦手だな俺。うつぎ亭心中事件の犯人である、あの奥さんが、あ、そうなの？え？そうなんだ。わあ、びっくりした。早くもホラー。ホラーじゃないのにな。びっくりしたな、今。私たちは思わず大きな声を上げた。おい、楓。余計なことを言うな。あら、ヒイラギくん。かわいいですね、今日も。ダメだ。まあまあ、いいじゃないか、ヒイラギ。兄弟だったと言っても、父とおばさんは絶縁関係だったので、残念ながら僕たちはうつぎ亭の人たちに会ったこともないし、事件のことは全く知らないんですが。ああ、なるほどね。でも関係はゼロじゃない感じがね、これでしてきましたね。いや、驚いたな。昔の記事から面白そうだからってたまたま調べてきた事件が、まさか楓たちの家族と関係があったとは。しかし、いいのか？面識がなかったと言っても、お前の親戚が惨殺された事件の現場に。そういうことになりますよね。ようやく頭が追いついてきた俺。時間かかったな。そんな、
親戚だって言っても会ったことがなければ他人も同然ですよ。それにあの事件のこと、実は僕も興味があったんです。うん。みんなもさっき面白そうって言ってたし、夏休み使ってみんなで調べに行きましょうよ。うん、楓くんグイグイ来るね。もしかして楓くんも何かね、あ、確か前作のヤンホモアニの時になんか意味深なこと言ってたもんね。うん、なんだろう。私は反対だ。あら、西崎先生。うん、反対派が反対派がようやく登場。西崎先生、どうしたんだろう。そんな事件のあったところになんか興味本位で近づくべきではない。何かあっても責任を負いかねる。うん、そうだよね。普通に考えればそうなるんですけど、レンさん行く気満々だったな。何よ、鬼崎のケンチ。先生が責任持てないって言うならうちら生徒だけで行こうよめちゃくちゃな言われようだな。これ怒るぞ、西崎先生。せっかく楓がおじいさんに頼んでくれてるって言ってるんだし。うん、ちょっとスミレってば。ダメだ、そんな生徒だけなんて危険な真似させられるか。しょうがない。あ、でも俺が全部責任取って連れて行ってやるよ。うん、なんやかん言ってね、レンさんも行きたいんじゃない。本当に、うわー、やったー。よし行こうパート3なんでね、そろそろ行きたいですよねただしみんなが行っても大丈夫かどうか俺が事前に屋敷を調べに行く。うん、もしダメそうならこの件は諦めろよ。はーい。じゃあ事前の下調べは僕とヒイラギも一緒に行ってお手伝いしますよな、ヒイラギ。お、これでようやく念願のホモ展開が待ちわびたぜ。行こう行こう。チッやっぱりね、あの本性は表さないね、今回のヒイラギくんは。前はもうお兄ちゃんにデレデレっていうかねもうすごい可愛いね、ヒイラギくんもいっぱい見れたんだけど、今回まだ一度も見れてませんね。さあ、こうして先生たちが屋敷を調べに行った結果、屋敷は安全だ。あー、残念だな、ホモたちの展開見られなかったあの屋敷でなんかするんかと思ったカットされちゃいましたね。私たちは今日から3日間宇津木邸で、泊まり込みで屋敷を調べることになったんだ。うん、先生と楓の話によると屋敷はきれいに掃除されていて、とても心中事件があった場所 だとは思えなかったという。うん、どうやら屋敷の所有者がたびたび訪れてきれいにしているらしく、電気も水道も未だに通っているらしい。そうなんだ。今から例の宇津木邸へ向かうが、うん、宇津木邸には電話がない上、電波が届いていなく携帯電話が使えないので、具合が悪くなったらすぐに先生に言うように。俺が担いで病院まで連れてってやるから。車じゃないんだね先生が担いでいくのか。うん、レンちゃん担いでくれるの。そうだよね。はいはい。あ、お腹に腹痛が急にさあレンちゃん、私を担いでああそういうことか、そういうことね。あの、担いでいくんかいっていうツッコミじゃなくてね。うん、スミレ、そんなこと言って本当に具合悪くなったの知らないぞ。うん、じゃ、はーい。よっしゃ、行こうか。それじゃ、よし、バスが来たから乗り込むぞ。よし、ようやくですね、行きましょう。全然まだパート3でね、事件性がないんで全然展開が欲しいですね。うん、宇津木邸か、なんだかちょっとだけ不安な気持ちだ。まあ昔心中事件があった屋敷に行くわけだから不安になるのは当たり前か。私は、何この選択肢、こんな選択肢今まであったか。もう何これ、展開を根こそぎね破壊していくスタイル。でもちょっと気になるな。ちょっと乗らない、押してみましょうか。どうなっちゃうのこれ押したら。どうしたの、早くバスに乗ろうよ。うん、普通はそうだよね、ここで。早すぎじゃない、ちょっと展開持ってくるの。私行かない。行っちゃったね、どうなるの。ええってなるよね。お姉ちゃんどうしたのさくらちゃん、どうして急にそんなこと。でも
この選択肢でさすがにね、死亡フラグのような匂いはしなかったから大丈夫だとは思うんですが。だって昔心中事件があった屋敷に泊まり込みで行くなんて死亡フラグビンビンに立ってるじゃない。うん、そうだよね。ちょっとめたい感じもするけど。死亡フラグ、うん、急になんかあれ、これギャグエンドかな、ひょっとして。おかしいよ、怪しすぎるよ、これ絶対何か起こるっしょ。みんなあの屋敷に閉じ込められて正体不明のウイルスか何かに感染したりして、しまいには殺人事件が起こったりなんかしたりするんだよ。そしてみんなホモになる。全員ホモになっちゃうんだ。うん、いいね。何を意味不明なことを言ってるんだクリスノ。さくら、もしかして疲れてるのか。あ、それなら無理に行かなくても。あ、でもウイルスってね、まだそうか、この段階ではみんなわからないんだ、うつぎ手にウイルスがあるって。でもさくらちゃん察しいですね。疲れてますよ。オープニング見た時点でどっと疲れました。めたいな、めたいめたい。ちょっと確かにオープニングでね、なんか惨殺するみたいな絵見てるけど、これ言っちゃダメだよ、まずいですよ。ん、何が悲しくてオープニングで好きな人の野郎同士のキスシーン見なくちゃいけない。え、こんなシーンあった、ちょっと文字消してみよう。うわ、すごい。よくやったさくらちゃん。敬意を表すぜ。やった、やっと見れた柊くんと楓くんのキスシーン。うーん、ホモの血が騒ぐぜ。よかったよかった、ありがとうね。ああ、この選択肢選んどいてよかった。てめえ画像出すな。画像とか言うなよ、ヒイラギくんもか、お前もか、画像とか言っちゃダメ。なんなの、好きな人が実はホモでした展開が待ってるの。そんなの私つらすぎるわ。だいたい双子でホモってなんなの。24時間一緒にいてイチャイチャしまくってるの、このリア充ホモめ。うわ、言われてるな。でもそんな二人が俺は好き。ねえ、さっきからホモホモ言いすぎなんだよ、俺はホモじゃねえ。あ、そうだったね、ヒイラギくんってホモじゃないんだ、忘れてた。肝心なこと忘れてたね、ヒイラギくんは本当はノンケなんだ。ヒイラギ、キャラ崩壊してるよ。うん、キャラ崩壊とかも言っちゃう。お前もかい。楓くんもかい。なんだ、何この展開。こんな画像があって自分はホモじゃないなんてよく言えるわね。その画像どっから持ってきたんだ、もうツッコミどころしかないよ。何今回、これなんだっけ、ギャグゲーだっけ、あれホラゲーだよね。ヒイラギ先輩、あ、男の人が好きなんですか。ああ、そうだね、アンズちゃんは素でショックを受けてるね。違うっつーの。うん、のんけだよね、本当は。じゃあ、このキスシーンは何なんですか。説明してください。うん、どう説明する気だ。それは…ごめんね、アンズちゃん、それはネタバレになっちゃうから言うことはできないんだ。うん、もう片っぽのゲームになっちゃうからね。やっぱり…二人は付き合ってるのね。あー、もうめちゃくちゃだよ。どう収集つけるの、早くバス乗ろうぜ。そう感じるのならそう思ってもらって構わないよ。うん、楓、余計なこと言うな。でも事実だからね、これは二人はホモだからね。やっぱり男の人が好きなんですね。ああ泣いちゃったな、どうするんだろうこっから。待って、アンズ、終わりかな、もう一旦区切った方がよくない。なんなのあれ、あまりにめたい展開だな今回は。くだらん、私も帰る。あ、帰っちゃうよ。ああ、とりあえず。あ、そうか、中止ってことでいいのかな。中止エンドかな。こうしてミステリー研究部の夏の合宿は中止になったのだって。本当にバッドエンドは、早くも手に入れてしまった。そして何も起こらなかった。うん。なるほどね。はい、ということで、
まさかあんな展開がね待っているなんて思わなかったんですが、うん、このままではちょっとねちょっとホラゲーじゃないなって感じしちゃうんで、うん、ノロを選択しましょう。うん、黙って、はい。私たち、部員6人と教論2人はバスに乗り込んだ。うん、行きましょう。バスに乗って私はアンズとのんびりおしゃべりをしていた。ふと周りを見渡す。私以外に、乗客が私たち以外に乗客がいないので貸し切り状態。ああ、そうなんだ。あ、学校のバスじゃないんだね。あ、いい絵だねこういう絵、うん、平和ですねさっきの絵は一体何だったんでしょうかねホモがキスしてましたね、いいぞスミレは持ってきたお菓子を、高貫先生に食べさせている。うん、はい、でんちゃん、あーん、うん、いいですね、修学旅行みたいで。なあ、もう箸ぐらい自分で食えるからやめろ、スミレ恥ずかしがってる、レンさん、かわいいなやだ、照れてるレンちゃんもうかわいい。そうだよよく言った、スミレちゃん、かわいいねスミレ、確かにお前とは長い付き合いだが、今は教師と生徒なんだから、ちゃんと高貫先生って呼んでくれ。いいじゃん、あと1年半もしたら恋人同士になるんだしもう正々堂々言っちゃうんだね。その時までお前が俺を好きならな。うん、レンちゃん、私の思いの深さを知らないわね。そんなすぐに心変わりするような軽い気持ちじゃないのよ。うん、そう、許されるなら今すぐにレンちゃんを監禁して、え、やり婚姻届にサインさせたいぐらい愛してるわ。なんだこのバスの中、ヤンデレしかいねえのかヤンデレ祭りだな。え、なにこの子怖い。そうだよね、素で、よかったレンさん、まともで。そんなことしなくたってお前との約束は守るよ。うん、レンちゃんは嘘つくような人じゃないもんね。うん、そうだよね、大丈夫だよね監禁しないよね、薄着てとかでね。あのね、あのね、私やっぱり結婚式はウェディングドレスを着てチャペルであげたいな。部活のみんなも呼んでね、みんなが祝福してくれる中で誓いのキスを交わすの。うん、子供は最低3人は欲しいかな。おや、レンちゃんに似た私の子供。あ、想像しただけで鼻血が出ちゃうわ。それでね、家族みんなでいっぱい旅行するの。スミレちゃんは結構妄想癖と言いますかもうなんか未来のことをちょっと先走りすぎなのかな。うん、子供3人だってよレンさん3人だってさ、いっぱいいっぱい写真撮って思い出作って、おじいさんとおばあさんになったら家の縁側で一緒におまんじゅうを食べてお茶をすするのよ。そしてたくさんの孫に囲まれて幸せな生涯を終えるの。もうそんなとこまで人生計画立ててるのかよ。人生計画は早めにっておばあちゃん言ってたもん。あと子作りも早めにって。うん、まあその方がね、ね、先生だからね、もう働いてるからね、その辺はいいんじゃないでしょうかちょっと真面目な発言になってしまった。食べていたお菓子を盛大に、吹き出す高貫先生。ちょっとレンジ大丈夫、もう慌てんぼうなんだからお前が変なこと言うか本気の咳だな今のは。高貫先生大丈夫ですか。あの、僕のお茶でよければどうぞ。うん、私にも一口あ、悪いな楓。楓からもらったお茶を飲み干し一息つく高貫先生。高貫先生も大変だな。うん、高貫先生の後ろに座っている西崎先生は腕を組んで下を向いていた。目は閉じているか眠っているか、ここから、いや絶対寝てないでしょう、この話、今の話全部聞いてるよ。あ、あ、楓の隣に座っている柊はしかめっ面で窓の外を眺めている。かなりイライラしている。なんで、自由参加なんだから、そんなに合宿が嫌なら無理に来なくてもいいのに。楓が来るから来たんだろうな。うん、そうだね、もうバレてるなホモってね、さっきもあんなめたいことあったしね。
ヒイラギはいつもこういう態度だから友達がいないようで、うん、前回のねゲームのタイトル回収かな、学校では学校では一人でいるか楓と一緒にいるかのどちらかだ、うん、はい、ということで、今回ですね、この辺でちょっとなんか区切り悪いような感じもするんですが、うん、次回こそね宇津木邸に行きましょう。はい、ということで今回はこの辺でさよならー。